くな、逃げるな。そんな行動に意味はない。雷の型6つあるのに俺が1つしかできたことないから。消えろよ。朝から晩までビービー泣いて恥ずかしくねえのかよ。お前みたいなやつに割く時間がもったいない。降りてこい、修行を続けるぞ。変わりたい、ちゃんとした人間になりたい。目障りなんだよ、消えろ。じいちゃんが教えてくれたこと、俺にかけてくれた時間は無駄じゃないんだ。親のいない俺は誰からも期待されない。俺を見限ったりしなかった。刀の打ち方を知ってるか？刀はな、叩いて叩いて叩き上げて、不純物や余分なものを飛ばし、鋼の純度を高め、強靭な刀を作るんだ。諦めるな！一つのことしかできないなら、それを極め抜け。助けてあげられる。